こんにちは、ベンジです。今回からパチパラ12というゲームをやっていきます。これは、パチンコやる人ならわかるかな。やらない人でもわかるかも。海物語っていうパチンコの台があるんですけど、それのシミュレーターです。で、なんでそんなもんやってるかっていうと、これだね。パチプロ風雲録っていうおまけのミニゲームがすごい面白いらしくて、これがね、なんかもうこっちがメインじゃないかっていうくらいのゲームみたいです。やったことはないんですけど、噂はよく聞きます。なのでこのストーリーモードをやっていこうと思います。はい、これですね、パチプロ風雲録4、銀玉殺人事件。もう最初から意味わかんない、タイトルからして。まあ殺人事件が起こるんでしょうね。主人公はじゃあ男でやる。なんか恋愛要素とかもあるみたいで、だから男でやっていきます。実写だ。あ、ちなみに店からあのパチンコ玉を持ち出すと窃盗罪になります。少量ならまあ気にしないと思う。え、まさか実写で進むわけじゃない？立て師とか言ったよね。オープニングが終わりました。こっから始まるのかな？まあ、4ってことは、まあ、1から、いくつまで出てんだけど、なんか結構シリーズ出てるんですけど、まあ、ヤフオクで安かったんで、この4にしました。ああ、よかった。実写じゃない。なんとか会館とかっていうパチンコ屋昔よくあったんだよな。最近見ない。雨宿りをするためにな、あ、選択肢か。中から物音がしたような気がするので中に入る。パチンコが打ちたくて仕方がないので中に入る。理由はないが、とにかく中には入る。パチンコが打ちたくて仕方がないので中に入る。シャッター閉まってっけどね。お、動く。え？なんで腹押さえてんの、この人。おお、すごい。これがメニュー画面か。持ち物。最初の服、セッタ。うん。地図。あ、これがこの街ね。なんだっけ、パチパラ町。推理推理っていうのがある主人公の状態。あ、腹ペコ。腹ペコだから腹押さえてんのかな。あ、移動距離エンゲル係数とかすげえな。アルバム、うん、人物相関図。あー、なるほど。はい、あと何がある。なんだこれ。あ、主観モード。はいはいはい。こんなとこかな。え、なに、パチンコ置いてばいい。台は稼働していない。まだ開店前のようだ。え、開店前に入ってんの。ああ、店員もいない。ちょっと、なんかお前腹痛そうだからトイレ行こう。なんか、ここ扉が来る位置だけど、広すぎる。
入れない。プールには入れない。え、ちょっと。え、事務所入れちゃう。え、いいの？ああ。特に、探せるとこはないですね。もう、景品も取り放題。え？何？なんで開店前に入ってんのこの人。え？死んでる。あ、死んでる。何も言わずこの場から離れる。ああ、調べてみようか。血だまりの中に男と女が倒れている。どっちも20代。これは女の人血出てないね。パチンコ店員には見えないね。心中それとも、うわっ、人殺し、やべえ、パチンコ屋殺人事件が発生しました。慌てふためいて女性が駆けていく。ほどなく通報を受けたらしい警官が現れた。俺は交番に連行され取り調べを受けることになった。やばいね。急展開すぎるな。それでは本官の質問に答えてください。自分に不都合だと思うのなら答えなくても結構だが、はい、正直に話した方が身のためだぞ、はい、まず君の名前は。名前ですか。あ、名字。いや、名字なんて考えたことねえな。どうしようかな。記号とか。あー、どうしようかな。名字ね。はい、入力終わりました。浅井ベンジになります。まあ、この名前の由来になった人の名字です。俺は浅井ベンジ。君はこの町では見かけたことがないが、住所は。正直に答えよう。はい。ほう、ずいぶん遠くから来たんだな。君の職業は。え、パチプロですけど。俺はさすらいのパチプロさ。かっこいい。ではなぜあのパチンコ屋にいたんだね。ああ、パチンコを打ちたくて開店まで待ちきれずに入りました。開店するまで待ちきれなくてね。それで思わず。そして君は二人の被害者を発見した。はい。被害者二人を発見したとき他に誰か見なかったかね。このおばちゃん？いや、おばちゃんは目撃者だからね。誰もいなかった。いや、誰もいなかった。で、どうなんだ？なんだ、どうなんだ？本当は、君が殺したんじゃないのか？お？はい。いや、嘘。やってない。違う！俺はやっていない！本当か？とにかく、本部から連絡があるまではここにいてもらうからな。ああ、わかりました。この日の宿は交番になった。固い床の上で眠っていると警官の俺の名を呼ぶ声で目が覚めた。もうすでに日は高く昼を過ぎているようだった。こっちに来なさい。はい、行きます。彼か、現場にいたというのは。はっ。住民の通報により本官が駆けつけ身柄を確保しました。捜査にご協力ありがとうございます。もうお帰りくださって結構ですよ。ま、警部、この男は二人を殺害した。え、マジ帰っていい。彼は現場に居合わせただけだ。犯人だという確証はない。それはそうですか。いや、その判断はちょっと早計すぎる気がしますけど。それと女の方は助かったよ。頭を打って気を失っていただけだそう。ああ、やっぱり血出てなかったもんね。え、
そうなのですか？あ、では、その女性から証言が。うん、まあ、それは今のところなんとも言えない。逃げ切る、逃げ切らないな。彼女はこの町の伊原診療所に入院している。時々様子を見に行ってやってくれ。伊原診療所、はい、了解しました。今日はこれでお帰りいただいて結構ですが、あなたに疑いがあるのは事実です。しばらくはこの町から出ないようにしてください。わかりました。それとこれを生活費に当ててください。え、マジで？ちょっと玉かよ。片山くん、彼のことを頼んだよ。はっ。え、ここの住むところがいるな。そうだ、この裏にアパートがある。ちょっと待って、警察なんでこんなに優しいの？大家さんには私から話しておく。しばらくはそこに住むといい。マジかよ。くれぐれもこの町から出ないように。わかったね。わかりました。え、なに、もうもんなしだってことがバレてんのか。そういえば金持ってなかったよ。あ、ちょだま3000玉。すげえな、この国の通貨は玉なんだ。はい、わかりました。入れる。襟が立ってるね。なんだ、この人が気になる。なんだ、腹減ってんのか。これを食いな、俺の弁当だ、遠慮はいらん。マジでみんな優しすぎる。自家製大型稲荷寿司。あ、その場で食った。腹が減ってると力が出ねえからな。走れねえし、パチンコの当たりだって遠のく。そんなことあんの？ところでおめえ見ねえ顔だな。わからないことがあるなら教えてやるぜ。今日の俺は気分がいいからな。伊原診療所。理髪店の角を曲がったホルモン焼き屋の向かい。そんなの覚えれない。こっから商店街について。あ、本当の名前は矢原町っていう。矢原よりパチパラの方が景気が良さそうだろ。だからみんなパチパラ町って呼んでるんですね。マジキチガイじゃん。お！なるほど。腹ペコで走れなかったけど、走れるようになった。やった。掲示板とか見える。双子かな？双子だね。これじゃ混ぜて。あれ、そういえば、アパート、これ？これアパートかな？ナウソへ入りますか？入る。アスナロソに入った。アスナロソウ。アスナロソウね。多分、ここが、警察官が言ってた、ボロアパートですよね。部屋メニュー。何をしますか？考え事をする。パチンコについて。パチンコに行こうかな。何をします？うん。事件について考えてみよう。うん。パチンコや殺人事件。迷惑な話だ。え？ちょっと待って、ちょっと待って。うん。ちょっと待って、今、いろんな事件が起こるってことなの？これ。興味深い事件だ。うん。じゃあ、もういいや。引っ越しをする？あの部屋の鍵は何？うわ、狭っ！超狭い。1畳、2畳、3畳、4畳、5畳、6畳、7畳。あ、
意外と広いか。電話。はい。これ多分あれだね。家具とか買って、設置できるんじゃないかな。単位が玉だからな。多分パチンコの景品で、家具を揃えて、家具なんて置いてないけどね。ここが、ちょっと待って、地図見よう。拡大。あ、そっちの虫眼鏡で拡大するの。今ここに行って、これは？あ、これ殺人現場か。はい。じゃあ、ここが、なんとか会館だな。食堂、交番、理髪店、あ、ホルモン焼き屋を曲がって診療所。オッケー。どっちだ。どっち。パチンコ会館があるから、理髪店、ホルモン焼き、診療所。よし。女どこだ、女。え？あ、2階。女。お、いた！あなたは、誰？かわいい。あのこと覚えてね。通りすがりのパチプロです。通りすがりのパチプロです。かっこいい。パチプロ？誰だ？あんたは。あ、やべえ。彼女の彼氏です。そうか。ちょっと話がある。下で話そう。あんた、パチンコ屋の事件の男だな。あの子に何の用だ？やべえ、バレてる。彼氏じゃないってことは。パチンコ屋の事件について話を聞きたいんだ。なるほどな。しかし残念だが、あの子に事件の証言は期待しない方がいいぞ。記憶喪失だ。そうだ、この男の存在は役に立つかもしれんな。おい、それを言うには彼女は記憶を失っておる。多分事件で受けた頭部への打撲が原因だな。彼女のことで分かっているのは名前が白石のり子ってことぐらいだ。白石のり子ちゃんね。あなたは誰って医者だろ。ところで、あなたは？わしはこの診療所の医者、井原次郎だ。井原次郎。彼女の記憶は戻らないのか？それはわからん。明日戻るかもしれんし、ずっと戻らないかもしれん。記憶を失った時と同じショックを与えれば戻るという説もあるが。よし、叩こう。やめておいた方がいいだろうな。はい、戻る保証もないし、彼女の身が持たん。わかりました。どうして彼女の名前がわかったの？免許証じゃね。彼女の定期券に白石のり子と書いてあったらしい。それ以外は警察が今調べとる。そのうち詳しいことがわかるだろう。なるほど。あの事件がきっかけで彼女が記憶喪失になったと考えるのが普通だろう。ならばその現場に居合わせたあんたの存在が記憶を取り戻すきっかけになるかもしれん。よければ彼女に協力してやってほしい。と言っても真犯人ならそうはいかんが。しかしあんたが容疑者とはな、あまりそういうふうには見えんが。引っ掛けは人は見かけによらないっていうからね。犯人かどうかは証拠で決まる。証拠がなければ犯人にされることはない。逆に犯人でない証拠があれば犯人ではないということ。なんか当たり前のこと言ってんの。あんたが犯人じゃないのならその証拠が必要だろうな。この町にはあんたを疑っている人もおる。あんたが無実なら酷なことだが、ここは我慢だな。証拠を知っているとすればこの町の人だからな。なるほど、聞き込みか。いろいろ聞いて回ってみな。
とりあえずパチンコ屋の店長の話を聞いたらどうだい。もう、なるほどね。ちょっとのりこちゃんに挨拶してからにしよう。はい。うん、いいんだよ。よし、じゃあパチンコ屋の店長のとこ行こう。おお、そこのあなた。はい。ちょっと助けてほしいんだ。道に迷ってしまってね。いや、俺もさすらいのパチプロだからわかんないよ。この辺りにお好み焼き屋があると聞いたんだが、知らないかな。知らねえ。あんたは誰だ。あんたは誰だ。申し遅れました。私は渡来。全国の美味しいものを紹介する仕事をしています。みんなは私を食通の渡来と呼びます。料理のことなら私に聞いてくださいね。なるほど。わかんねえ。向かいにあんじゃない。確かパチンコ屋の向かいだ。おお、ありがとう。それでは失礼します。適当言ったわ。さあ、答え合わせしよう。パチンコ屋があって、あ、向かいにはないタバコ屋。あー、パチンコ屋の右が正解か。お、ほこちゃん。あ、やべえ、疑ってるな。お、もう稼働してる。お、ジジ、頑張ってか。パチンコ勝負って知ってるか。知らねえ。うん、パチンコ勝負っていうのは規定の出玉数に早く達した方が勝ちってる。要するにガンガン当たりを引いた方が勝ちってことか。この辺の街にはパチプロがいる。そいつらの話から聞ければ勝負できるぜ。どうだい、なんだったら俺と試しに勝負してみるか。いや、今はちょっと店長の話聞こう。あ、あんた、あの時の。ああ、わばよくも。そうだぞ。あなたのせいで俺は容疑者になったんだ。何言ってるんだよ。あんなの見たら誰だって同じようにしたはずさ。でもね、私も反省してるんだよ。あんたがあそこに立ってたのしか見てないからね。あ、ちょっと待って、あの後ろにある箱に顔ついた景品、昔のスロットの豆腐っていうのスロットのキャラクターに似てる。あんた、本当に犯人じゃないのかい。絶対に犯人じゃない。絶対俺は犯人じゃない。なんだか悪いことしたみたいだね。自分で警察に通報しといてなんだけど、うん、私はあんたが犯人じゃないと思うんだ。おい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 、でもこうなったら自分の無実を証明するしかないよ。街の人にいろいろ聞いてみたらどうだい。手がかりがつかめるかもしれないよ。そうだね、とりあえず向かいのタバコ屋のおばあちゃんに話を聞いてみたらどうだ。あ、たらい回し。でもこいつ店長じゃねえよ。店長はこの中にいるんじゃない。あ、いない。あ、いない。ここで人死んでたんだぜ。よくそのまま回転できるわ。ん、なんだっけ、タバコ屋、これか。おばあちゃん。パチンコ屋のっていうと、あの雨の日の話だね。あ、そっか。何日か経ってんのか。あ、一日か。あいにく私はその日は持病の腰痛がひどくてね、ミオちゃんに頼んで代わってもらってたんだよ。ミオちゃん？ミオちゃんは私の孫娘だよ。今は家にいないみたいだね。ミオちゃんなら何か知ってるかもしれないね。
ミムちゃんの居場所。カンナちゃんと一緒。お好み屋さん。うわぁ、なんかすげえ、いっぱい出てきた。まさかあなたがミオちゃんですか？ほっほっほ、違うよ。あ、背格好。中3？中勢の女の子。カンナちゃんは？釣り具屋の娘。なるほどね。すげえ、話すごとに選択肢がすげえ増えてくる。お好み焼き屋。あ！中学生いる。あ、違う。こっち。これ。みおちゃんだろ？あ、カンナかよ。みおちゃんは？知らない？カンナちゃん。あ、はい。おばちゃんが口封じしてんのかな？みゆちゃんは？犯罪者の手伝いはしたくない。え、ちょっと待って。みゆちゃん行方不明事件が発生しました。何？発生した事件は推理エディターで解決することができます。推理のスタートである問題ピースから、ゴールである結論ピースまでの証拠ピースでつなげて推理を組み立てていきます。へぇ。証拠ピースは街の人の話などから新たな証言を得ることで増えていきます。あー、なるほど。チックタックロックみたいな感じね。新たな証言を集めて証拠ピースを増やし、問題ピースと結論ピースの間をつなげましょう。ああ、もう物理的につながればいいのかな？ロジック立ってなくてもいいのか？ただし、証言の中には推理に必要ないものもあるので注意してください。ああ、余ってんな。問題ピースと結論ピースをつなげた後、推理決定ボタンを押すと、推理完了。なるへそ。おっさん、なんか知らねえか。あ！渡来。ごめん、嘘教えて。あ、でも無事つけたようでよかった。いや、このカンナちゃんがね、多分知ってるよ。ゆうちゃん行きそうな場所は？カンナの素振りが怪しい。あ、これがピースかな。パチンコ屋事件。あ、聞けない。お好み焼きどう？なんでお好み焼きの味くらい聞いてもいいだろう。まあいいだろう。ピースを1個もらった。推理。ミオちゃん行方不明事件。お、発端。殺人犯の疑いを晴らすため目撃者と思われたミオちゃんに話して、うん、解決してますね。人間関係。釣り具屋の娘。お好み焼き屋弁天の店主。これで推理するにしてみるか。ああ、ピースあるね。カンナの素振りが怪しい。なるほど。こうやって、進めていくのね。ちょっと待って、これセーブはどこにあるんだ？環境設定。違うね。あ、違う。多分
まあいいや、セーブは多分明日ならそうでしょう。ということで、ちょっと今回はまあ本当に触りだけなんですけど、何だよ。はい。今回はちょっと触りだけだったんですけど、まあこういうゲーム。まあ予想通りというか、お？なんだ？勝手に動いたぞ。はい。こういうゲームだと思います。はい。じゃあ、今日はこれで終わります。次回、まあ、多分だけど、このパチンコ屋殺人事件、いや、解決するか。これが ずっと残ってて、全部やると、これが解決できるとか。いや、わかんない。まあ、多分、ミオちゃん行方不明事件は簡単に、見つかると思うんで、これが終わんないとこっちに行けないわけだから。だから次回多分ミオちゃんの行方不明事件を追っていきたいと思います。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。